にちは。今はまだ設定なんですけど、メイク配信の前に今から出すのでメイクを食べます。お昼ご飯はメイクが終わってから食べるけど、あったかいうちに食べたくて。ありがとう、プレゼント。あんぷもありがとう。ソースかけた方が美味しいかな。よいしょ、よいしょってこ。みんなめっちゃギリギリのお知らせでごめん。よいしょ。最近お昼配信うん。どう？嬉しい？みんなまだ見れない時間？セブンのコロッケですよ。コロッケです。寝坊したありがとう。休みなの？うまい。てか、おいしい。結婚して、ありがとう、嫌です。なんだっけ、ASMR。当たりおめでとう。ありがとう、雪の結晶も。おいしい。あ、プレゼントありがとう。冬ご飯も買ったんだけど、とりあえず冷めちゃ嫌なのから食べとこうと思って。ありがとう、雪だるま。全然嫌で暖房ついてるよ。暖房つけた、寒くて。どう？それにメンバーいないですよ。一人ですよ。ありがとう。ハート。結婚して嫌です。あ、千秋楽よかった、嬉しい。最近みんな見てね。ありがとう、コロッケだよ。お腹が空いたのと、ちょっとあったかいうちに食べたかったから先に食べてます。うん、あった。ということで、今からはメイク配信です。よし。ごちそうさまでした。暖房5度上げたら結構暖かくなってきた。昨日めっちゃ寒かったな。すいませんね。お茶をね、お茶で立てかけてるからお茶が飲めない。
よいしょ、あったかい、おいしい。レモンに最近ハマってる。昼ごはんコロッケだけじゃないよ、今日の昼ごはんこれ。ユナと一緒に食べたい人はユナがメイクしてる間に買ってくるんだ。スクスされたら嫌だけん隠しとこ。これです。まあメイクが 3,40 分で終わると思うから、この間に買ってくるとユナと一緒にお昼ご飯を、同じものを食べれるよ。よし、メイクしよう。こんにちは。あとこれもあります。こんな感じです。あとすっぴんなのでスクショは絶対にやめてください。でもする人がきっといるんだろうけど、本当に嫌です。焼きおにぎり初めて買った。焼きおにぎりあんま食べるのよね。居酒屋とかで食べる焼きおにぎり大好き。美味しくない？テロップに書いとこう。スクショしないでね。いいでね。メイク中。ありがとう、いいやん。よいしょ、ではメイクしていきます。確かにその時いなかった人いるもんね。よし、ただいますっぴんです。おはようございます。今起きたわけじゃないけど。よし、それでは。昨日ね、夜ご飯にね、あれ食べたよ。ペッパーランチ作った。みんなからもらったお肉で、みんなお肉ありがとう。みんながショールームたくさん応援してくれるおかげで、ゆうぬにお肉が届きましたので、それの昨日で最後でした。そのお肉、いいお肉使い切りました。美味しかった。結構いっぱい届いて、冷凍してたやつ買ったんだけど使い切りました。ペッパーランチ食べましたよ。写真撮ったけど、なんか美味しくなさそうだったから。美味しかったんだよ、美味しかったんだけど、なんか写真で撮ったら色味がなんかあまりにも微妙で、みんなに送るのはやめました。ペッパーランチね、ホットペレートじゃなくても普通にフライパンでちゃちゃっと作ってちゃちゃっと食べちゃった昨日の夜。そう、お高いお肉で美味しかった。多分みんながいっぱい応援してくれたおかげで、ユナが高いお肉食べれました。ありがとう、みんな。こんにちは。美味しかった。そう、フライパンでちゃちゃっと作っちゃいました。前日のご飯が余っていっぱい余ってたから、白ご飯がペッパーランチにしようと思って作っちゃった。美味しかった。ありがとう、ハート。雪の年をもありがとう。ありがとう、ハートと雪の結晶。こんにちは。そう、なんかネギだけだけどさ、ネギも言うてさ、なんかソースに染められるじゃん。なんか全然映えなくて、なんかコーン入れたんだけどね、コーンがマジでちょっとしかも残ってなくて、
で本当にコーンちょっとだったからなんか、うん、全然色味悪くて美味しかったんだよ、美味しかったんだけどなんか見栄えがあまり良くないから写真撮ってもなんか美味しさ伝わんなかったからまあいっかと思って、だけどみんなに配信でお礼言おうと思ってメールで言うのはやめました。こんにちは、って感じですね。ありがとうみんな、高いお肉を届けてくれて、肉と美味しかった本当に。あと何したっけな、あれもした、みんなからもらったお肉で牛丼も食べた、玉ねぎと甘辛く炒めて牛丼にして食べたし、そのお肉を牛丼用のお肉をちょっと残しといて肉うどんにもして食べました。美味しそうでしょ、どう？牛肉と玉ねぎ、豚肉と玉ねぎ、肉と玉ねぎって最強だよね。こんにちは。いいね。だからみんなのおかげで贅沢な食事を楽しみました。ありがとうみんな。なんかね、薄いお肉だったらね、なんかあの分厚いステーキ肉とかじゃなくて、なんか選べたんだけど、確かそう選べて、ステーキ肉か焼肉のお肉かすき焼きみたいな薄い肉だったんだけど、なんか薄いお肉の方が量がいっぱいあったから量にしちゃいました。いっぱい入ってるのを選びました。焼肉も迷ったんだけどね、あとねあれも好きなんよね、牛肉となんかピーマン細く切ってそれ炒めるみたいなのもした気がする。結構なんか1週間分ぐらいのご飯になったので助かりました。1週間5日分ぐらいのご飯にはなった気がする。こんにちは。結構いっぱい入ってて冷凍して食べてたから。こんにちは。で昨日でなくなっちゃったと。お手紙ありがとう。こんにちは。野菜炒め大好き、弥生軒の肉野菜炒め定食が大好き。食べたことある？無水調理器なんか流行ってるよね、わかんない、今もなんか一時期流行ってなかった、無水カレーみたいな、痩せるのそれ、ダイエットにいいな。ありがとう雪の結晶、美容にいいの、わかんない全然、流行りについていけなかった。美容院近くにない？めっちゃ美味しい、近くにあるって食べてみたい、肉野菜炒めて美味しく、言うのはそれのなんか 1.5 倍みたいなやつ頼んじゃういつも、なんか大盛り無料じゃないか、大盛り有料なんだけど、大盛り有料、なんか大盛りの方頼む、めっちゃ美味しいのそれが、なんかなんてそういう定食屋さんとかのさ肉野菜炒め系大好きなんだよね、ホットモットの肉野菜炒め弁当みたいなのも大好き。もうホットモットってなんかのり弁みたいなあれが一番定番なのかな、
こんにちは。メイクちゃちゃっと終わらせたい。お腹空いたからね。ね、ご飯おかわり自由なの最高だよね。英明県もそうなんだよな。英明県よく大学生の時一人で行ってた。大学生なんだけど、 SKE 入る前、学生時代めっちゃ一人でよく行ってました。なんか美容にいいんだ。12時にお昼休みになったらまた来ます。12時からお昼休み OK、 頑張れ会議。めっちゃ応援軽くてごめん。重い方がでもいいでしょう。こんにちは。みんな意外とさ、お昼見に来てくれるよね。逆になんかさ、ユナのところでね、視聴者数みたいなの見れるっちゃけどね、昼の方が意外と多いっちゃうね。夜真夜中とか、真夜中っていうほどでもないけど、11時とかにするよりもこの時間の方が逆に多い。意外とね、ちょっと覗こっかなっていう人はこの時間の方がいいかな。でもがっつり1時間見ようっていう人は多分この時間少なそうだけど、そう、お昼意外とね、見てる人多分さ、お仕事中とかさ、いろいろ知ってるからさ、コメントしてる人は少ないんだけど、見てる人とかは意外と多い。お昼休みにね、なるほどね、確かに。昼休みにこんなの見て疲れ取れる？大丈夫？よいしょ。今スキン一人しか配信してないんだ。なるほどね。確かにいっぱい配信してると見る人少ないみたいなね。DD ですって言ってるようなもんじゃん。これアンズちゃんからもらったパフ見せる。普通こっち見せるよね、普通。これなんかパウダー、めっちゃこれ肌綺麗に見えるけど、めっちゃ使ってる。なるほどね、12期が配信できる時間じゃないからねってね、自分で DD 暴露してる。自分でか他の人がかもしれんけど、なるほどね。今日の大場面、今日はタレットの12期ちゃんとの写真が送られてくるかな、ね、サータンとだけ撮れてなくて、撮ろうと思ってたらもう先着替えちゃってて撮れなくて、絶対今度撮ろう何かの時に。悔しい、撮りたかった。メリークリスマス。雪の結晶もありがとう。こんにちは。お疲れ様。もう自分でもう覚えてるよ、さすがにね。当たり前しよう。
こんにちは。よし。ありがとう。プレゼント。いいな、ランチ。おしゃれね。こんにちは。よいしょ。ゆきありがとう。こんにちは。今メール来て遅っ。ごめんなさい。よし、リップだけ塗っとこ。ハズレドアマイ、よいしょ、ドマイです。ありがとう、雪の結晶。松川美優ちゃんが言うならこと褒めてくれてたもん。嬉しい。照れちゃう、照れちゃう、照れちゃう。松川美優ちゃんなんかそんなおしゃべりできてないけん、仲良くなりたい。もっと割とあのなんだっけな、オープニングアクト、ポジショントークで12巻とか逆だった気がする。が竹山面白いやつなくて、もっと仲良くなりたいです。やばい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 、事故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 、以上。ごめんなさい、転落していきました。こんにちは。大丈夫、みんな衝撃きてない？大丈夫。なんつうね、どんまいありがとう、プレゼント。天井のエアコンが見えた。家じゃないのでね、ここ。よいしょ。眉毛。眉毛いっちゃん大事、メイク。イヤホンの人ダメージえぐそう。確かに、ごめん、マジごめん。ドドドンって言ったし、仕事中でも今寝落ちしそうにカクカクってなってる人がもしいたら、ほーって起きてるよ。ありがとう、プレゼント。くまちゃんも結婚して嫌です。こんにちは。寝なかった、今寝落ちしそうだった人、お仕事中寝そうになってる人いないか。眠いなって思ってた人もしいたら、ラッキー、起きれた。あ、それ作りながら聞いてたからビクッとした。そりゃいかん、そりゃいかん、そりゃいかん。じゃあメンバーに横からコツコツしたりはする？しない。しないです。謎の質問。昼ご飯作りながら見てる。偉いね。レンボスターありがとう。気がしないようにね。よし。
まあ、眉毛とかは描いときゃそれでいい。こんにちは。よいしょ。ゆうの目標メイクは12時15分まで。絶対終わらん。髪も含めよ。ありがとう、雪の結晶ハートもありがとう。1時までにさ、みんながさ、昼休み終わっちゃうんですよ。ゆのもだから配信1時までに終わろうかなと思いつつ、でも配信、なんだっけ、メイクして、髪して、ご飯食べるのが1時までに終わるのかは分かりません。それではアイシャドウしていきます。こんにちは。今日髪型何にしよっかな。普通にストレートでいっか。メンツ内で会話してたのに見てなかった。ありがとう、くまちゃん。めっちゃ暖房効いてて暖かくなってきた。こんにちは。ありがとう、だるま。こんにちは。よいしょ。雪の結晶もありがとう。ちょっと真剣にアイメイクに取り掛かっていきます。よいしょ。今日天気良くない。今日でも寒いよね。でも最近本当に寒い。嫌になる。なんかさ、カーディガンぐらいで歩ける季節が好きなのね、今。カーディガン好きだから。でも、もうカーディガンじゃ全然寒いじゃん。普通に悲しい。ありがとう、雪の結晶。あ、昼休みに入った。午前中の仕事お疲れ様です。ってことは今12時。ありがとう、雪の結晶。今何を食べたい気分ですか。今はね、お昼ご飯がね、目の前に置いてあるので、それを食べたいです。コンビニで買ってきました。今12時。ありがとう。足りんけど、多分まあいっかって感じ。なんか食べ過ぎ最近私が。ハートありがとう。
わ、肉まんいいよね、美味しいよね。大好き肉まん。よいしょ。サブ。全然コメント読めてない。こんにちは。ピザマン食べたことない。なんか挑戦しづらい。美味しい？ピザマン美味しいんだ。食べたことないんだよね。ヒートテック今日着てる。こんにちは。ね、ピザマン美味しいんだ。食べてみたいな。食べたことない。なんかピザはピザじゃんって思っちゃって。あのなんかふかふかの中に入っていいのは私の中で肉まんのアントさん。あー外れ。プレゼントありがとう。なんかふかふかのアンとあんこだけ、ふかふかの肉まんの肉のアンとあんこだけな、なんか認識でいたから、ピザマンみたいな。そんな肉まんめっちゃ好きってわけじゃない。肉まんなのかな、豚まん、どっちだろう。そんなめっちゃ大好物ってわけじゃないし、そんなに食べない。コンビニの横に置いてあるやつ、アメリカンドッグか。唐揚げが多い。違う、あとコロッケも多いよ。こんにちは、ハートありがとう。でも肉まんたまに食べるけど、うまってなるよね。結婚して嫌です。そう、アメリカンドッグってめっちゃ美味しくない？初めて食べたの高校生の時なんだけどさ、あまりの美味しさに衝撃を受けて。なんか高校生の時に、なんていうの、初めてのコンビニで買い食いみたいなことを覚えて、それで食べた時に衝撃食らって、毎日食べてた。その時らへん、そう。でも今マスタード食べきらんけん、ケチャップだけにしてもらってる、いつも。電車で終了。なんかさ、串のとこについてるさ、下あのカリカリの部分が大好き。あっこ絶対に食べたい。でもあっこを上品に食べれる方法ってないよね。でもあっこが美味しいんだよな。そう、カリカリの部分。あっこもうちょいさ、なんか量増やせるのかな。あっこのカリカリの部分って結構需要あると思うよ。結構もうちょい欲しいと思っちゃう、あのカリカリ部分。
でも、マジあのカリカリベーコン美味しいね。なんかもはやそこメインでなかるもん。なるほどね、少しだからいいみたいなね。もうちょいあと 1.5 倍ぐらいまでなら、ね、少しならいいがギリ許容範囲と思うけど、どんな。確かに、でもカプリコもさ好きだけど、今カプリコの頭だけよりカプリコのが好きなんだよね。確かに難しいね。カプリコの頭だけのチョコレートも美味しいよね。ハートのやつでしょ。こんにちは、だるまさんありがとう。ありがとう、だるま、ね、ウェーハース部分は割とね、重要。わかる。ありがとう、こんにちは。よいしょ、メイク、マスカラ塗るときは真剣です。まつげは大事。最近まつげ美容液をね、塗り始めた。どう、まつげ伸びたかな。最近やったぐらいじゃね、そのすぐには効かんよね。プレゼントありがとう。みかんいいね。あの着物みかんもうちょっともらって帰ったよ。家でも食べた。あとアイラインを引きます。できたん。まだだよ、少しは。よいしょ、チークかと思うかな。どんな可愛さよくわかんない。ご飯食べて帰ってきた。何食べたの。みんな今日のお昼ご飯何。よし、できた。とりあえずリップ塗っとくか。明太子パスタ、お、いいね。美味しいよね、明太子パスタ。何それ、鮭の聞いたことないソース。おしゃれなソース、そう、ドドドドソースみたいな。愛妻弁当、ビズ、みじみひじき。何その最強の組み合わせ。幸せ最強組み合わせ。あの方がいる。こんにちは、みじみひじき美味しいよね。かわいい、ありがとう。サンドイッチとコーヒー、優雅だね。いいね。何その喫茶店みたいな組み合わせ。メイクポーチ新しくしたい。めっちゃ汚い。メイク完成です。
マクド食べたい？みんなマック食べたらさ、チキンセット食べたら、あのキョプテンのキキちゃん送ってあげな。なんかいつも来るらしいよ。あー、事故、また事故、また事故です。ハッピーセット、キティちゃんの衣装今なんか相当種類あるらしいね。なんか集めてるらしい。そんな人気なんだ、売り切れるほど。キティちゃんってそんな人気なんだね。サブコートを膝にかけとこうっと。ユネモックさ、キョッピンの時に集めてあげたいけど、ハッピーセットを食べないんだよな、まず。マックは食べるけど、照り焼き派なんだよな、ハンバーガー。それなんかハッピーセット少、そう足りないっていうよね。ポテトはね S でいいんだけどね。そう、今ポテトは S にする。セットでポテトさついてくるの M じゃん。 S にしたら50円引きになるよ。知ってた？みんな一人で M はちょっとなんか罪悪感あって、さすがにちょっとやめとこうって思える、たまに。照り焼きは、照り焼きチキンフィレが好き。ケチャップもらう派、ポテト食べるとき。そう、でもたまに言い忘れちゃう。でもなんかもう言い忘れたらまあいっかって感じ。でも基本欲しい派。ありがとう、ありがとう、くまちゃん10個も。うん、なんか一応ハッピーセットどんなあるんだろうって調べたけど、ナゲットもあるんだね。ナゲットは大好きだし、バーベキューソースが大好き。でもピクルスも飛び切らん。あ、ごめん、すっぴんじゃなくなっちゃった。すっぴん可愛いってそんな詐欺してた。でもすっぴんじゃないんだ、もうバッチシメイクできてんでな、ぶり詐欺してしまった。テロップ消そう。ごめんごめん。少しいいよ、撮ってどうぞ。めっちゃ詐欺しちゃった。仕事真面目にしすぎて配信気づかなかった。お疲れ様。今お昼休み。めっちゃ詐欺だった。ごめん、これですっぴん、これですっぴんならみたいな期待しちゃった方ごめん。これが最大です、私の。もうこれ以上はないです、私は。前髪がまだだけど、これ以上顔が良くなることはありませんので期待しないでください。
髪の毛してます。めっちゃ可愛い、ありがとう。よいしょ。めっちゃ可愛い、ありがとう。ブラボー、ありがとう。可愛いです、ありがとう。よいしょ。こんにちは。今日の髪型は別にただストレートアイロンするだけです。ありがとう、レインボースター。こんにちは。ありがとう、くまちゃん。水色のくまちゃん、レインボースターありがとう。くまちゃんありがとう。ありがとう、雪の結晶も。こんにちは。寒い寒い。どうかな。プレゼントありがとう。ありがとう、かわいい、ありがとう。お、はずれーどまい。こんにちは。雪の結晶ありがとう。え、当たり、大当たりじゃん。おめでとう。大当たり、おめでとう。なんかすごいメダルがもらえるらしいよ。こんにちは。はずれーどまい。大当たり2人目ぐらいじゃない？私の配信がプレゼントありがとう。そう、なんかすごいメダルがもらえるらしいよ。こんにちは。雪の結晶ありがとう。ありがとう、プレゼントいっぱい。こんにちは。ありがとう、雪の結晶。いい感じかな。そう、ゆうがもらえるわけではなく、みんながメダルがもらえるらしいよ。ありがとう、メリークリスマス。なんか来月のなんかの何かがなんか有利になるんだって。よくわかんない。外れーどまい。なんかフィルムがかわいい。フィルムだ、フィルター、よくわかんない、フレームだ。こんにちは。詳しい説明ありがとう。本当にこれで詳しかった。すごい、大当たりじゃん。おめでとう。なんかもらえるってよ。すごい、なんか結構高頻度で大当たり今日。すごい、おめでとう。メリークリスマス。こんにちは。大当たり、プレゼントありがとう。嬉しい、おめでとう。プレゼントありがとう。ね、あなたにおめでとう。あ、カレンダー届いた。早いね。
みんなカレンダー作った2024年。もう早いね、2024年だよ。この前2022年だとか2020年だとか言ってたのにね。早いね。こんにちは、ありがとう雪の結晶。どう、みんなの体感は早い？でもみんな早いよね。1年早いなって最近よく思うなんか大学生入ったぐらいから1年早いなって思う。高校生の時とか別に特に何も感じなかった気がする。なんか大人になったらさ、そうね、1年早いすぎるのが早くなるみたいな言うよね。大人になったのかな、言うのも。いや、なんかだんだん早くなるっていうね、謎じゃない？よいしょ。この前どこ、風景きれいにするやつ、来年もゼップ福岡マジで行きたい。みんなゼップ福岡またあるって言ったら来てくれる？あ、分母がね、なるほどね。こんにちは。もちろん行く、やった。もちろんです。どこへでも本当にどこへでもの方だった。ジャカルタ来てくれた方だった。もちろん行く、嬉しい。また福岡行きたい、嬉しい。福岡行きたいね、みんなとまた。こんにちは、嬉しい。みんながそう言ってくれることが嬉しい。福岡また行きたいな。名門太陽フェリーに乗って福岡まで、レッツゴー。お昼配信してくれてありがとう。いえいえ、とんでもないです何を言ってんだか。福岡美味しいよね、何食べても。チキンリース絶対違いそう。なんか見たことある名前。こんにちは、こんにちは。それでは緊張の前髪タイムにそろそろ入っていきますかね。福岡行きたいな、今年も。握手会したい、福岡で。福岡会もしたい。そういう系、ツーショットでもいいけど、何でもいいけど。
お渡し会でもいいし。よいしょ。こんにちは。私はいいよ、好きな時にどうぞ。私から福岡です。え、あれ初めてだったんだ。そう、福岡のなんだっけ、博多駅のところら辺にあるやつの CD 屋さん、 HMV だっけ、そこでしましたね、私が好きになっちゃったの。美しい。迷子になった、バス間違えて。あら、いやでも何回か乗ったことある。福岡のバスは難しいよ。多いからね、バスの路線が。でもね、乗りこなせたらめっちゃ便利だよ。どこへでもバスで行けるから。なんか駅まで歩くっていうことをしなくて済むから便利だよ。そう、同じ行き先だけど経由が違ったりするとね、難しいよね。この場所のそこに目的地があれならいいけど、途中で降りたい時は難しいね。あ、レンタルサイクルもいいよね。使ったことないかも。いや、一回あるかな。ないわ。使おうとしてなんかクレジットカード登録してくださいみたいなの言われてやめた。歩こうと思った。でもなんか便利だよね、レンタルサイクル。こんにちは。ね、楽だよね、多分ね。使ったことないくせに、なんか使ったことある風に喋ってるけど使ったことないです。よし、オッケー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかさ、借りた後にどこに返せばいいか分かんなくてさ、使えなさそう。なんかどこでもいいんでしょ、返すところは。よく分かってない。サブ。固まってた？前髪が固まった？そういいよね。
いい感じ。今日の前髪はね、でも昨日の方が綺麗だったな。82点。今日は微妙です。めっちゃ可愛い。やった。よし。似合う。ありがとう。前髪大事ですよ。いや、なんか前髪マジ決まらん。悔しい。ダメです。来たかも。もう SK 入る前マジ前髪とかこだわらんかった。なんか SK 入ってからかも前髪にこだわりだしたの。それそうか、写真も撮らんし。よし、できました。82点から85点ぐらいまでは上がりましたよ。服着替えたりとか風なんかじゃゆうなの前髪は崩れません。今何時？妊娠しながら時間見れないんだ。教えてほしい。かわいい、ありがとう。娘さん毎日前髪やってる。前髪は大事だ。お、まだ1時になってない。よっしゃ。それではご飯を食べたいと思います。手を拭きましょう。ありがとう、時間教えてくれた人。イエーイ、レインボースター、ありがとう。メイク完成祝い。イエーイ、ありがとう。お腹すいた。よっしゃ、ついにやってきましたよ、ご飯の時間が。ゆめはいつもばっかりお箸を入れている。ゆめの今日のご飯こちらです。
ただきます。これ美味しいんだよね。なんか健康に良さそう、知らんけど。これ美味しいけど、お腹にはあまりたまらん。まあ、美味しいけん、いっか。これ、大好き。そうなんだね、すごいお腹すきそう。なんか健康的そうじゃない？でも美味しいよこれ、おすすめ。でもドレッシングは夢的には半分ぐらいでいい、全部はいらん。よし、いただきます。いただきます。セブンです。お肉が美味しい。うん、おいしい。もうこんな辛かったっけ。久しぶり食べたらなんかちょっと辛い気する。うん、おにぎりもあるよ。でもドレッシングいつも半分ぐらいしかかけてなかったので、なんかかけてみよう。あ、マヨネーズがこっちに行ってるから味薄く感じたんだ。マヨネーズ大好き。メイク中じゃなくなったけん、テロップかよ。こんにちは。美味しいよね、このパスタ。美味しい。こんにちは。お腹空いてきた。わかる。なんかゆめもこれ食べ始めたらお腹空いてきた。食欲増進みたいな。みんな食べれるの幸せになる。嬉しい。ウィンウィンだね。みんなの食べて幸せ。それを見てみんなも幸せ。グッ。
うまっ。ねえ、もぐもぐで幸せ感じてくれてんの？優しいみんな。確かに食べ物の CM をお待ちしてます。うん。うまっ。やばい、もうなくなっちゃう。お腹すいてきた。あの、すけさんうどんが大阪にできるらしいね。いいね。名古屋にも作ってほしい。福岡県のうどん屋さんが、そう、大阪にもできたらしくて、今仕事で大阪食べて帰れない。大阪はどこにあるか知らないけど、ちょっとおにぎり挟みます。お腹を膨らますために。肉おにぎり初めて食べる、セブンの。僕絶対さ、温めた方が美味しいやつじゃん。温めたい。ちょっと後で食べよう、温めて。ちょっと温めたいから、ちょっと電子レンジで温めて後で食べます。プレゼントありがとう。こんにちは。うん、当たりおめでとう。今日めっちゃ当たり出るね。小当たりみたいなの、大当たりもどっちもめっちゃ出てる。ありがとうハート。大阪市ではないんだ。名古屋にしかさんできてほしい。こんにちは。まあ、うどん食べたくなってきちゃった。
焼肉ランチいいね。すけさんうどんもね、肉ごぼ天うどんが一押しで、おでんの大根も食べてほしい。あとたくあんが美味しい。あとね、こんにちは、やっほー。そう、肉ごぼ天がマジで美味しくて、なんだっけな、もつ鍋も美味しい。なんか元みたいなのがある。買って帰るのがおすすめ。ありがとう、手紙。そう、たくあんはね、置いてあるの、机に。その置いてあるたくあんがマジで美味しくて、どんなに食べてもただ焼けん。マジで食べたらいい。本当に美味しい、そのたくあんが。なんか薄いタイプのたくあん、めっちゃ無限に食べれる系。こんにちは。お手紙ありがとう。あとね、おにぎりなんだっけな、しそおにぎりが美味しい。かしわも美味しい。おはぎだ、おはぎ忘れてた。おはぎがマジで美味しい。絶対買って帰った方がいい、おはぎは。福岡のツアー行った時にも大岡さんに無理やり買った。これも買ってください、食べてください、大岡さんがっていう意味で。私の分買ってくださいじゃなく、大岡さんこれも食べてくださいねっていう言った。絶対美味しいんだって言って。ごちそうさまでした。食べ終わった。そう、なんかウーバーイーツ頼んで、一緒にすけさんの、ごちそうさまでした。ありがとう、手紙。あと9分で1時です。おう、もう1時になってないんだ。いい感じ。何時から収録した？11時半ぐらい。11時半か。割と長いことショールームしてた。まつげ今日いい感じ、見て。素晴らしい。
茶飲みたい。画角がずれます。どっちの方がいい？あら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 、こっちのが上のが見やすいかなって思って。お茶おいしい。こんにちは。あったかいお茶だけどもう冷めてる。こんにちは。ゆねちゃん、何でしょうか。13時からは大事な会議があるので抜けます。頑張れ会議。そして私も配信を終わります。次更新したら終わるけど教えてほしいです。こんにちは。クリスマスツリーだ。リラックマのクマちゃんの方、リラックマのクマちゃんじゃない、リラックマのユナのアブトの方、ありがとう。これからお仕事なので、待って、お仕事なんだけど、ちょっと待って、昨日もありがとう。ちょっとじゃあとりあえず1位のことだけ順位発表してくね。1位リラックマのユナの方、お仕事頑張ってね。嬉しい、早めのクリスマスプレゼント。1位の方ありがとう。昨日もツリー、昨日の順位発表の時言えなかったから今日言うねって話しててありがとうございました。 今いるかな。ありがとうございました。1位のゆねの方ありがとう。そしてゆねの方、くまちゃんの、くまちゃんの、いや、わしもし、早い早い早い、みんな仕事行かないで、待って、仕事行っていいんだけど、ゆねの方、このくまちゃんのソリのタワー、ありがとう。こちらこそありがとう。まだ見ます。よかったよかった、ありがとう。まだいる？このツリーくれた、ツリーじゃない、くまちゃんのソリのタワーをくれたゆねの方、ありがとう。クリスマスプレゼントありがとう。ハートありがとう。おあわて。ありがとう、くまちゃんタワー。タワー2つもありがとうございます。こんにちは。更新しませんね。あとありがとう。仕事頑張ってね。ありがとう。頑張ります。お昼から上の見れると仕事はかどる。いいじゃん。エンボスターありがとう。次更新したら順位発表をしたいけどなかなか更新しない。ありがとう、ハート。またね。待って、みんなまだ順位発表してないんだ。くありがとう、お疲れ様です。ありがとう、雪の結晶。
お仕事戻ります。あ、全員変わった。それでは全員発表します。1位、ゆずのリラックマの方、ついありがとう、昨日もありがとうございます。まだいるかな、いることを願って1位ありがとうございました。2位はすごいここで会話してた。2位はゆなのアバターの方、このくまちゃんのソリのタワーありがとうございます。2位ありがとう、ありがとうございます。3位は平成のアバターの方、3位平成のアバターの方ありがとう、あ、ありがとう、まだいた、釣りありがとうね、嬉しい。4位はユナのアバターになってんじゃん、偉いじゃん。この配信またすぐ変えるんでしょ、どうせ。だから仕事、あ、頑張ってね、お仕事、アバター変えた、偉いじゃん。そんなこと、ほんとに。5位はユナのアバターの方、5位ありがとうございます。5位ありがとう。6位は赤白サイリウムのパンダの方、6位ありがとうございます。今日の月付ていらっしゃい、なんだっけ、目覚ましテレビだ7位は群馬のアバターの方、7位ありがとう。あ、車で移動してるのね、安全運転で行ってらっしゃい。どこに、お仕事今日も非常にありがとう、午後もお仕事頑張ります、お仕事頑張ってありがとう、優しい。8位はうさぎちゃんのアバターの方、8位ありがとうございます、8位ありがとう。9位はハタゴンさんだ、ハタゴンさんのアバターの方、9位ありがとう。10位は、あ、打ち合わせ頑張って、打ち合わせ。10位はレインボースターのアバ、レインボースターじゃないあれって書いた星様のアバターの方、気象予報士さんなの、すごい。10位ありがとう。何気によく来てますだよね、ハタゴンさんのアバターなのにたまに見かける壇上で、ありがとう。11位はありがとうございました、ありがとう。11位はラスカルのアバターの方、11位ボケません、ありがとう。11位、12位は起きてますとか書いてる、寝てるんだよねまだね。12位、お休み中のラスカルのアバターの方、12位ありがとう。13位はちょっと待って、コメントとかぶって見えない、ゆなのアバターの方、13位ありがとう。13位ありがとう。かれこれ1時間半しか食べました、そうだね、5倍仕事してもらって、ごはんしっかり分けて頑張る、まあそろそろ起きてもらってありがとうございました。1位2位の方、1位の方このクリスマスツリー、2位の方このくまちゃんのそれありがとう。運転中だからコメント返せないかもだけど、お仕事この後もみんな頑張ってね、みんなありがとうございました。バイバーイ、お疲れ様でした。それでは終わります、バイバーイ